ね。はい、ついに来たね。来ました、晩餐の時。晩餐の時間ですね。ねえ、皆さんが釣ってくれたイカが、はい、イカとアラカムたちよ島で米も炊く、はい、これね、米炊くって意外とさ、はい、めんどくさそうけど、うん、カチナストだね。炊きたてのご飯の匂い、はい、こういうとこで嗅ぐってめっちゃうまいだろう確かにそうですねこの前、はい、ご飯奉行の借金がご飯奉行、ご飯奉行にチェックしてもらいます。ご飯奉行というのはスンくんですか。さあ、いくよ。はい、まずは、どっちから行こうか。今日の消化広げてみるよ。いやー、わーわーわー、すごいぞ、わーわーわーですね、これは。わーわーわーですね、これはね。全部広げておくか。あー、つみさん、これも立派ですね。これも立派ですよ。どっちも立派。締めたけですね。うわー、いや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 、置きたいけど、置かなくかもしれんぞ、これは。これはしょうがない、もうこれいっちゃった、これもうしょうがない。これでかかー。あ、一緒に料理しますか。これだけちょっとちょ太かったよちょっと横向きにいこうか。これ触ったら色が変わるんです、ね、おすごい絵描ける。絵描ける、デコピンするんや。絵描ける、丸丸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 と、あ、ほらほら、この顔よ、ごま、醤油で、イカでご飯にぶっかけて作ってもらおうと、はい、お茶漬けでな、はい、あとはバター焼きです。バター焼き、拍手が、拍手が起きました。美味しいですね、はい、厚みなんで、ね、厚みさん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 、さあ、行くよ、じゃあ、はい、お願いします。さばいていきます。お願いします。はい、じゃあ、てるくん、さばいて、強いってよかっすよ。強いよってよかよ。ちょっと俺ももうガチ。イカあと3杯釣ってきます。あ、おー、釣って。おい、釣ってほしい。今日1日、あ、ありがとう、怖い。寝ない。寝ない。寝ない。おい、もう寝ないよ。よっしゃ、付き合ってもらおう。寝るわけないじゃないか。寝ないだ。カメラ回ってなくても、もう起きてる。起きる。うわ。よっしゃ、ちょっと行ってきます。はい、頑張ってください。おすんくんジャパン、おかえり。おかえりなさい。あ、バター来た。米来た。バター来た。来た。なんか米違うわ、なんかすごい。米優しくてですね。あの5キロしかなかったんですけど、うん、わざわざ2キロに分けてくれました。うわー、優しさライセンス。優しさライセンス、なんか証明されたの。ライセンスじゃなくてライセンス、ね、ライセンス。もうすでに腰が痛くなってきた。もうタン、もう内臓タンです。内臓タン、内臓タンって言う変態よね。内臓タン、キモ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 タン、浮き袋タン、キモタン、いやいや、キモタン、キモタンって、キナタンから、キモタンになったの。キモタン、キナタンからキロってなってキモタンになって、落としどころ間違っとるやつね。キッチンの改造ですね、リフォームです。リフォーム開始しますけど、はい、危険ですね、危険ですね。あー、あー、あー、長靴にします。あー、あー、すごい、あ、快適じゃないですか。快適な感じのする、感じのするよ、する感じがしますね、うん、まずはじゃあ、花子ちゃんから行こうか。花子ちゃんから、あ、そうだ、米奉行、米奉行だった。米奉行って、すんくん、米を炊いてください。米洗っとっけ。わ、快適そうですね、このキッチン。結構快適っすよ。なんならそこに椅子並べるんですかっていうぐらい。本当です、カウンターみたいな感じ、うん、あー、あー、おいしい、あ、もうおいしい、おいしい、おいしいっすね。あ、もうおいしい、あ、もうおいしい、おいしいっす。あ、そう、食べる。水どこ、水どこ、水こっち、私のを越えていってください。なんか言った、私の屍を越えて、私の屍を越えていけ。けいこちゃんやけね、このぐらいの骨どうでもよくなかと思ってね。そうですね、骨ごと食うけんね、はい、むしろぬか骨の味を楽しんでます。ずっと噛んで、あにあにガムじゃなかったよ。皮も出汁になるんですか。そう、うわこれ美しい。なんか伊勢海老もそうですよね。そう、そう、そうなの、待つの。贅沢かけね、あらかびとけず刺身で食うて。刺身でもほら、半分恋しくるわ、20歳ちゃっても。いや、絶対うまかった。食べてほしかったですね。これは絶対にうまいやつ。よかったぞ、これ。
さあ、一品目完成でございます。ケース探して消してきます、はい、いいね、ほらこれはいいんじゃないかい。頭こぶしんごいしょ、けんほんとけひも取らん関係ね。あ、そう、決まった。あ、もう釣りたてやっけねえとっけど、このイカ、ほら。あ、お腹いっぱい食べてる。あ、めいや、キモ久しぶりっすね。久しぶりっすね。あ、ほら。うわあ、綺麗ね、これね。綺麗ですね、もう綺麗。みんなべっぴざまっかい。お、ちょっと待って。器と落ちそうです。あ、わわわわわわわ。すごい。そう、あ、プラスチックですね。プラスチック。プラスチックはね。これですよ、これ。これ。うわあ、うまそう。はい、もう見せたい。これだね。見ちゃダメ。木田先生の卵が。うん、先生の卵。木田先生の卵。違うやつ。卵食べたことある？実際。僕？ないです。ね、これね、本当卵の味そうさ。待てばなんかね、なんか不気味かと。なんでこいつから鳥の卵と一緒の味のすっかな。生卵買って今度おかことになった。それなんかいいですね、全部煽りで完結するって。そういうこと。な、たぶん、食べるんだよ。あ、そうですけど。ほら、一貫、結構な量あるよ。うわー、解体されましたね。これ今食うとよ、みんなで。あ、いつものやつですな、これは。あ、きれい。あ、きれい。なんか違いますよね。きれい。もうほぼ透明やっけんね。ほぼ透明ですね。これもう耳も透明、ほら。ああ、うわあ、これたまらん、たまらん。もうほら、いや、ほら、見よ、この透明っぷりを。このまま食べたい。カジですか。カジ、すっげすげっすね。すっげすげ。すっげすげっすね。綺麗。ああ、指見えてますよ。指見えといよ。見えてますよ、社長。これはうまいよ。紐？紐はね、ここにある。うわ。あ、すごい。で、この状態でこのまま切ったものが、うお、キモ、やば。手当たりできた。押さえて押さえて。こいつは上げるけん。うまくいけば左とか。六太か。これ太。ひどい。ひどいのこれ。ひどいって言っていいのこれ。ひどい。私料理編だけめっちゃテンションおかしいっす。確かもね。ふんふんやもんね。ふんふんですよね。ふんふん稽古やもんね。ふんふん稽古やもんね。また言うなんてね。目でかっ。いやーほんとつぶらですね。でかいって言ったけどな。つぶらはちっちゃかも。つぶらってちっちゃいっすけ。うん。もう手にくっついてさ、いやー、ね、鮮度がちょっと手邪魔。もう足にくっついてほら。絶対美味しいですよこれは。そうする。これはお腹すいた。お腹すいた。待ってなさいよ。なんだい、ダディ、ダディ、ダディ、今だけは絶対死にたくない。今だけは死にたくないって、うん、究極のなんか、すごい何かを感じるね、楽しみの、うん、前究極系。でかいなこれね。一級がでかい。ビートバンみたいな。ビートバン。ピンポンじゃなくなった。このイカの耳はギャン切り方して天ぷらして、これ贅沢すぎんですけどこれ。それはまずい。これがまずい。この後はね、もう揚げたツンツン食べてもらいながら行こうかと思っております。ね。トム取ります。行っちゃっていいですか。ゴーゴー。行っていいですか。ゴー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 。はい、うわぁ、めちゃくちゃうまいやつ。あー、うまい。あー、おいしそう。あー、うまそうだね、おい。ここにお刺身も揃ってます。イエーイ、キモ。卵、耳、これ、これ絶対おいしい。キモやね。キモやば。うわお、身が透けてる。ね。ね、もうなんか落ち着きのない方が。お腹すいた。先にじゃあ一口だけしてツンツン食べながら飲みながら。そうですね。やりましょうか。ね。ですね。じゃあ足くんもごめん、お手を愛着。じゃあ健太さんもスン君も。はい。かけながらけど。はい。じゃあ海に感謝ですね。はい。じゃあいただきます。いただきます。まずイカ自分で。いいね。ちょっといただきます。ドリップしてもいいし取ってもいいですよ。いただきます。お刺身醤油と、これめんつゆ、ポン酢だ。めちゃくちゃうまい。お、ちょっとタイム。これ絶対うまい。お刺身醤油ね。はい、いいですよ、食べてください。俺ちょっとイカ行こうかな。はい、
はい、どうぞ。ちょんちょん。ゲソ行こう、ゲソ。どんどん行こう。幸せ。が歯ごたえがすごい。卵入れて、卵入れて、あのめんつゆ入れて。うわうめえ。昨日あんま食べれんやったろ、けん。ゲソ行こう。大きいゲソ。あの絶対噴射する場所。おお。ゲソやばいっすよ。ゲソやばいっすよ。ゲソ行った。ゲソ行った。ああ。この食感やばい、マジで。行ったもんね。さて明日が疑問から頑張るわけんね。ね。でもね。ゲソゲソゲソうまゲソうまアラコブ一緒に行きません？二人が釣った。じゃあ俺お邪魔します。二人の。はい。よいしょ。いただきます。はい。いただきます。うまっ。アラコブやばい。え、うまかろ？いやアラコブ絶対美味しかったと思う。甘い。甘い。もうそれ一緒も話してる。ジャパン。ジャパン。これはうまいねこれ。こんな宝があんなペトラの下に眠っとる。いいこと言う。足元におったな。足元、いや意外とですね。食べられよ。麺つゆも、あの卵麺つゆは。卵がえぐい。麺つゆどこだったね。はい。天ぷらー。さあ天ぷらー。いただきまーす。塩を振ってまーす。お好みで後で。はい。いただきます。はーい。あ、塩振った？あ、塩振った。塩振ってないな、おい。あ、塩振った。塩振った。こいつもあるよ。これうまい。おいしい。うまい。うまい。うまい。俺よう頑張ったマジで。本当お疲れ様でございます。先生ありがとうございます。いやそんなことないです。皆さんありがとうございます。持ってる方、広先生。持ってる方の。広先生。本当ありがとうございます。僕と先生と教え子が。教え子の。これがあのエンペラーの君あえですね。あこれやばか。これ自分でこれ食べます。あそうそうそう。先生。これね、横着いっすよ、これ本当に、はい、横着いっすよ。横着い、横着い、横着いぞ、これ。はい、ちょっともう俺、豪快に行こう。はい、どうぞ。あっうーん絶対うまいやん絶対うまい。あ食べました？ビッコリいやあ、そうですよ、エンペラーです、エンペラーですもんね。これやばいわ。大丈夫ですか？うまい。キモキになってるんだけどな。あ、キモ行きますか。キモ、キモは醤油がキモいいかな。キモですね。はい、キモ行こう。はい。行きます。はい。どうどうどう。うまっ。マジ？あ、好きなやつですね。めちゃくちゃうまい。どうどうどう。あ、食べた？食べました？あ、食べた。酒飲みたくなるねこれね。あ。いや、俺、めちゃくちゃ好きだぞ、これ。うまいな。後ほど。うまい。あ、うまい。うまいな。うん。わー、もうめっちゃ満喫されてますね。これ、あいかん。ここ近所に家ないっすか？近所に家？うん、ないよね。あ、大丈夫。うまーい！うまーい！向こうからも。炊きたてのご飯もありますね。炊きたてのご飯？炊きたての。何ですか、それは一体。炊きたてのご飯が。炊きたてのご飯。それです、それです、正解です。開けてみていいですか？どうしたら？持って帰りましょうか。うわーい！あ、そう、ちょっとね、さ、まだ後でね。さ、はいよ。あ！あー、優しい。あー、うまいな。あー！おっ！うまっ！ほら、あー！今ちゃんも食べたかって！すぐにまーあいやうまいね！おつわりおつわりうまーうまーちょっと、みんにしちゃおうかな。これはあ、もうそんなんだ。あ、おこげ絶対うまいからおこげある。おお出たのもうね、な、もう今やりたいことやっていい？もう書き込む。うん、もう好きに、お好きなように。あー、おいしそう。あー、おいしそう。うわい。うーん。おこげやばいなぁ。これなんこれ。ドバッ。すごいな、これ。すっげぇ。ほんとにやばい。よっしゃぁ。おたま、おたま。おたまある？おたま見てないなぁ。マジか。いや、お手もなかったんじゃない。ゲソー！ほら。僕も行っていいっすか？ねえ！皆さん！皆さん！うぅ！うぅ！
先生先生先生弾けよわよ。めちゃくちゃうまい。足に落ち着きがない。うまい。口ボコボコ、うん、ボコボコ。あ、うますぎて。一方調理場ではあ、ちょっとした調理場の完全にバター、あー、たっぷり入りました。多めのバターでね。たまらんですか、これ。いやー、これ美味しい。油浮いてますね。ちょっとバターが濃いかも。何それ。バター焼き。もう最高。一個だけつまんで、ごめんなさい。いや、うんうん、色やば。どうですか。ちょっと辛いかも。辛い。ご飯。ご飯のお供に。いや、ちょっと辛いかも。おかわりしてください、ご飯を。あ、もう最高。あ、辛くない。辛くない、辛くない。あ、全然うまい。まあ、全然いい。バター最高だな。これ1個でご飯全部いける。あ、ダメ、それダメ。やば、あー、うまっ。美味しそう。うまっ。あ、もう完璧。完璧。うまい。出来上がりました。うわ、とうとう来たよ。うわ、とうとう来たよ、みなのし。あ、うわ、肝の天ぷらが紛れているけど、わかるかな。肝1個いただきます、お先に。はい、すいません。いただきます。うまっ。今日頑張ってよかった。うん、おかげさまで食べれました。ありがとうございます。先生のおかげさまでした。いや、どんない。もう釣っていただいて本当にありがたい。本当に先生のおかげ。感謝したい。僕が感謝したい。僕は頭上がんないですもん。いや僕も肝食べていいですか。どうぞ。これいただいていいですか。じゃあ、やばい。はーい。うわ、肝くん初めて食ったけど。熱そう。熱そう。超熱そう。めっちゃ熱いんですか。というけど、あ、これ絶対天ぷらの方がいいわ。うん、生より。うんうんうん。最高にうまい、ね。最高にうまい。ちょっと、うん、思い思いの鍋にご飯ばついてください。はい。はい、お米をつぐと調理場へ案内されます。ここで何が渡されるんでしょうか。ちょっと待って、配給待ち。配給待ち。はい。この漬け。はい。この漬けと。漬けと。この汁だけ。かけて、うわぁ、そうなの。汁まで、はい、食べて。はいはい、いただきます。待ってね。よいしょ。うちの汁がかかってます。ご飯と一緒に行った方がいいのかな。ご飯と一緒に行くべきですよね。意外とイカもう一匹ぐらいさばいてよかったかな。明日やっていく。とけんは光ってる。この汁だけ、アラカブの出汁を取った汁。やばい、寝れる。寝た。幸せ。てるくん寝ちゃった。てるくん寝ちゃったよ。はい、食べて。餃子あるよ。かき込む。いただきます。行きましょう。よかった。よかった。美味しい。よかった。徳さんが、あ、これ、徳さん当選ですか。当選。今回当確。はい。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃうまいな、これ。ありがとうございます。よかった。めっちゃかっこんでる、かっこんでる。ちょっと漬けの時間もちょっと短かけど。みりんと醤油とごましたちとネギ、はい、ちょっと柚子胡椒ちょっと。おー、よかったよかった。これアラカブも入って、そう、アラカブもちょっと入れた。あ、ちょっとアラカブもつまんだ。いいっすね。ごろ、もうあっという間に食べましたですね。ね、早く早く。いや、早く。かっこんでますもんね、みんな、うん、みんなかっこんでますね。もっと、いただきます。いただきます。どうぞ。ちょっと混ぜて。うん、うまい。あ、食ったこわ。ほら、はいはいはい、あ、行く、あ、行くって、食って、うん、おぉ、ね、今日のキノット、本当にうまっ。うまっ。うわ、超うまい、これごまいいね、うん、ごま最高ね。ごま合うね。みんな入っとってよ。あと20時間ぐらい釣りできるわ。おぉ、おいで、ここじゃ。あのね、一応今のところ計画上ではヒット君釣った890、明日イカ飯にしようと私は思っておるんですが、結構お腹いっぱい。あ、本当。あ、マジで。あれ割とね、結構ちゃんとんでもない勢い食べた。はい、そうね。いや、びっくりした。ご飯パンパンだったっすか。そうだって、だって5号だよ。5号だよ、だってそう考えたら。よっぽどお腹すかしだったね。久しぶりに箸置きます、ね。じゃあということで、まあ一旦夜の食事編、じゃあこのイカはもうストップして、これで食べよっか。ね、初日夜、本当お疲れ様でした。また頑張りましょう、明日も。お前ホルモンつって。やり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 。
さんについちゃったヤリイカ、とんでもない鮮度ですよ。さっきのヤリイカ、いただきます。もらっていい？うわうわ、全然違う。やったぜ。アダンス。テンションで巻いて。トリプルヒットやったぜ。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。